もう今やね、こんなのがね、1000円とかで買えちゃうわけですよ。沼。沼。沼。はい、どうも、こんにちは、ジェット大輔です。じゃーん、こちら、耳かき。カメラ付きの耳かきです。まあ、数年前からね、こういったものはね、出回っておりますけども、びっくりしたのはですね、1000円ぐらいで買えちゃったわけですよ。まあ、今ね、皆さんのために、下の方に Amazon のリンク貼っておりますが、まあ、3000円ぐらいになってるとは思います。僕はなぜ1000円で買えたかっていうと、お友達がですね、クーポンコードを教えてくれたからですね、まあ、そのクーポンコード入れると、1000円で買えたと。まあ普通に買うと3000円ぐらいです。まあでもね、3000円でも安いですよね。ということでですね、これ繋がっております。耳かき。映像が見えておりますでしょ？ね、これ僕の顔に向けてみようか。ほら、ほら、カメラが、この解像感でカメラが働いてくれるわけですよ。で、もちろんですね、アプリの方で録画できます。今録画スタートしましたじゃあ鼻に突っ込んでみようかな。もともと鼻の穴の中を見たくてね、これ買ってみたんですけども、映像はちょっと自粛します。モザイクかけますねこの辺にしときましょうか。耳の穴をね覗いてみたところですね、これもちょっとモザイクかけますけども、耳の穴もね、結構ね、なんか、耳垢ってこうなってんのかと、ホコリみたいな感じで、毛にまとわりついてたりして、これなかなか面白いな、みたいなね、そういったことをね、いろいろ覚えました。で、肝心のですね、このイヤーチップみたいなもの、ここのね、耳かきのこの先っちょですね、スペアが売られているかどうかは知りませんけども、とりあえずね、これね、外すことができます。で、外せるってことはですね、もう邪魔なものがない。もう邪魔なものがなくて、これも単に完全にこれはカメラですよ。ほら。邪魔するものは何もない。もう本当に完全にカメラですね。音声は取れないみたいですけどもね。ちゃんとこれ顔が撮影できておりますよね。小さいファイバースコープですよ。ワイヤレス。Wi-Fi です。Wi-Fi でスマホと繋がっておりますけどもね。専用のアプリを通じて。で、照明もあるからね。照明もあるんで、こんなぐーっと近寄ってね。ぐーっと近寄って、暗くならずにね。見ることができます。面白いですね。はい。ということでね、こういったものが今販売されておりますよと、手軽に扱うことができて楽しいよというお話でした。それでは。沼。